皆さんこんにちは、磯子美瑛治です。この番組はモデル・ビューティーアドバイザーの私磯子が経験の中から培った美容と健康法をお伝えしつつ、多彩なゲストをお迎えして美しい年齢の重ね方を提案していく番組です。最後までご覧ください。では本日の磯子のワンポイントアドバイスです。今日はですね、ゲスト素晴らしい方に来ていただいてるんですけれども、まあ、眉毛のことについてちょっとお話ししたいんですけれども、皆さん眉毛で眉毛の描き方とか、あの形によって年齢が若返るって言われてるんですけれども、まあ、後ほどそのゲストの方にお話ししていただくんですけれども、結構皆さんね、眉毛が細かったり太かったりっていうので、今結構太めの眉が流行ってるかと思うんですけれども、眉毛ってね、絵と一緒で絵もこう額縁に入れると絵が映えますよね。それと一緒で眉毛だけしっかりちゃんとした形で描くことによって顔のメリハリがついてはっきりすると思うんですね。ですから眉毛ってすっごい大事なんですけれども、なかなかね、自分の眉毛ってどうすれば綺麗になるんだ、どうすれば若々しく見えるんだろうっていうのがなかなかわからないと思うんですけれども、今日もそちらの方ね、詳しくお話してもらおうと思いますので、最後までですね、皆さん楽しみながら綺麗になる眉毛の方法っていうのをお伝えしたいと思いますので、皆さん最後まで楽しんでご覧ください。では CM をご覧ください。皆さん、本日はですね、素晴らしいゲスト、先ほども申しましたが、眉毛王子として活躍されています株式会社イース代表の木梨純平さんをお招きしております。どうぞ。こんにちは。はい、まあね、素晴らしいイケメンで私ももうずっと長年お世話になっているんですけれども、はい、まあ、株式会社イースさんっていうのはどういうことをされているか、はい、ちょっと皆様にお話ししていただいてよろしいでしょうか。はい、株式会社イースはビューティーガーデンイースという店舗を運営しておりまして、ヘアメイク、それから眉カットでネイル、まあ、エステやボディをやっている時もありますが、そういうトータルビューティーのお店を梅田の堂島で、はい、行っております。はい、素晴らしいですよね。で、純平さんはもともとメイクアップアーティストで、はい、そうですね、まあ、今もですけどね、そうです、20歳の時から、はいはい、何をきっかけにメイクアップアーティストになろうって思われたんですか。高校生の時に、はい、いつの間にか思ってたんで、ちょっときっかけ覚えてないんですけど、女性が綺麗になると、まあ、世の中の女性みんな綺麗ですよね、はいはい、で喜びますよね、じゃあ男性もみんな喜びますよね、はい、あ、みんな喜ぶやんってなって、いやすごめっちゃみんな幸せやんってなって、なのかなって思う。でもメイクって難しいですよね。そうですね、僕その頃はそのメイクなんて目の字も知らなかったので、はい、本当に誰よりも勉強してきたかなと。そうですよね、はい、私の5、6年前に出した電子書籍の中の、ヘアメイクも全部純平さんにお願いしてしていただいてるんですけれども、本当にいかに女性を綺麗に見せるかっていうのをよくご存知で、まだまだ勉強しながらきませんけどね。でね、メイクアップアーティストをされてるんですけれどもニックネームが眉毛王子っていうね、ありがたいことに昔は王子でした。いや今も王子です。はい、一生王子でいてください。はい、頑張ります。なぜ眉毛王子っていうか、今そのイースさんではほぼほぼ眉毛、そうですね、もう9割のお客様が眉カットに来られるお客様なので、はい、予約の取れない王子さん。そうですね、はい、そうです。はい、心斎橋でされてた時は、はい、予約制で2ヶ月待ちだったんですけれども、はい、今は行って待つっていう感じですよね。はい、そうですね、3年前までは心斎橋で予約制のサロンをしてたんですけれども、はい、うん、まあ、どうしても2ヶ月ぐらい眉毛の予約が取れないという、はい、お店になってしまって、ありがたいことになってしまったので、ちょっとそれがどうしてもこう
ちっちゃいストレスになったりとかもしてたので、もうあの予約制をやめまして、はい、もう今は必ずやりますので並んでくださいと。並ぶんですね。並んでくださいということで。3時間でも4時間でも。はい、ね、もう最大もう5、6時間まで待つことも中にはあるんですけど、あのぽっこりいつでも来ても大丈夫な時もありますし、はいそうですよね、ちょっと日によっていろいろと。はい、こちらね、あの眉カットを今モデルさんがされてるところなんですけれども、なぜその眉毛だけを特化してお店で、はい、ほぼほぼ眉毛だけですもんね。本当に朝から晩まで眉毛切ってます。はい、はい、昔って考えられなかったですよね。昔は顔剃りとかあったと思うんですけど、眉毛だけっていうのが、私も初めてね、あの純平さんにお会いした時に、あのメイクアップアーティストさんであるんだけれども、その眉毛に特化して眉毛だけを、はい、ずっと予約でされてるってお聞きして、そういうの聞いたことがなかったので、そういうお店もなかったので、はい、なぜそれを始めようと思われたんですか。まあ、僕がこう先見の目を持って眉毛をやったらこう時代も変わるんじゃないかって思ってたらすごいんですけど、そういうわけではなくそうなんですか。あの僕の師匠がトニー田中先生という、はいはい、師匠がいまして、はいはい、まあ、お弟子入りしても最初は10年近くトニー先生の下でやらせてもらってたんですけど、はい、まあ、トニー先生がそういう、こう時代をね、あの作る眉毛のお店が必要だという先生でいらっしゃいまして、まあ、そこの下で勉強してるうちに、まあ、僕もずっと眉毛を切るようになって、でお客様の方がやっぱりあの木梨さんいないとちょっと私の眉毛困りますと、はい、ありがたいことに言ってくれるようになったのが、やめれなくなって今に至ります。すごいですよね。まあ、ありがたいことに。でもあんまり眉毛専門店って今ないですよね。まあ、やっと増えてきたぐらいですかね。はい、ちょっとずつ増えてまいりましたね。でもその本当に大阪ではもうほとんど私の友達も皆さん木梨さんのところに行ってるので。そうですね、ありがとうございます、はい、あのやっぱり男性の方もあの眉毛っていうと女性の方ばっかりと思われると思うんですけど、はい、結構木梨さんのところ私の友達 の, あの男の方男性の方、はい、来られてて、ね、結構あの男の方って形整えるのも難しいんですよね。そうですね、女性のように描かないのでね。そうですね、はい、それがねこう綺麗にあの王子のところに通い続けると綺麗な眉でこうイケてる感じになるんですよね。はい、男性は特に、ね、はい、やっぱり眉毛がしっかりすると男の方ってシャドウをつけたりしないので、特にやっぱりもうそれだけで目力が変わりますね。変わりますよね、はい、変わります。はいね、あとはあの女性の方も結構眉毛って眉毛だけでそのお金を払うのっていうのをなんか抵抗ある方って多いと思うんですけれども、私もよくあのメイクレッスンとかトータルでレッスンするんですけど、やっぱ眉毛がね細かったり短かったり、あとアートをされてる方が描かれなかったりっていうので、結構写真を撮った時にボケた感じがするので、まあそういう方にちょっと眉毛を足してあげるだけで違うんですけれども、あのね王子のとこに行くとその眉毛が生えにくいっていう人いるじゃないですか。はい、そうですね、いらっしゃいます、うん、そういう方はやっぱりお手入れで変わってくるんですよね。はい、あの定期的にちゃんとお手入れをすることで、はい、あのちゃんと正しく生えるようになりますね。そうですよね、はい、だから本当に薄かった方も通われて、うん、そう濃くなります。別に育毛剤をつけるわけでもなく、はい、カットをしてもらうだけで生えてくる場所が変わってくるんですよね。はい、はい、だからやっぱりあの女性の方特に今ねもうアートは厳しくなりましたけれども、アートされてるからって結構ねあの足されない方多いんですよ、シャドウで。うん、安心してしまいますからね。そうなんです、でもやっぱりあのすっぴんでも自分の眉毛がしっかりあるとはっきりしますもんね。はい、私なんかは仕事上アートとかもできないですし自分の眉毛だけなんですけれども、であとですね王子のとこ行くとだいたい20分ぐらいですね、うんうん、眉毛、はい、カットしてもらって、あとはあのちょっと整えて、まあ、そうですね、描き方の指導もしまして、はい、でちょっとメイク直しもしまして、はい、はい、まあ、綺麗になって帰っていただくと。そうですよね、はい、いうことですね。で、大体おいくらぐらいなんですか。お店では一応眉カットは2000円から、はい、あのさせていただいてますが、スタッフによってちょっと変わってまして、はい、まあ、私が担当した場合は3500円に商品制度をいただいております。はいはい、で時間帯は朝、お店が11時オープンの、はい、平日は
7時半まで受付を、はいはいはい、日曜祝日だけ5時半まで受付しております。そうですよね。でも眉毛ですっごい変わるんですけど、普段お家でちょっと王子のところで眉毛をしてもらって、その後家でできるケアとか、絶対家ではしないでほしいっていうなんかポイントとかあったらお話ししていただけたら嬉しいんですけれども。そうですね、基本的に今までのその時代というか、まあ、おしゃれな人は皆さん自分でもやってはったと思うんですけど、はいはいはい、自分でやることのやっぱりデメリットが大きくて。どんなデメリットですか？例えばまあ抜いてしまうと、はい、まあ、抜くことに対してこう筋肉繊維とかもね、断裂を起こしたりする可能性があって、はい、まあ、シワとかたるみになる可能性もあります。シワたるみですって、うん、なので、まあ、自分でもなかなかやっぱりやるのはちょっと危険だっていうことと、うんうん、あとまあ眉毛のその綺麗を作るのに元になってくるのが骨格、はい、骨なんですね。骨、骨格、はい、でその骨格の上に筋肉があって、はい、筋肉の上に眉毛の毛が生えてて、はい、っていうところが、まあ、自分でその骨の形が分かるかっていうと分からないです。やっぱり分かりにくいですよね、はいはいはい、単純に例えば鏡を見てもらった時に、はい、高さの違いっていうのはやっぱ分かりやすいんですけど、あ、分かりやすいですね。奥行きの違い、単にこう奥行きの違い、ね、まあ、これもやっぱり人によって差があるので、そういうところはやっぱりプロじゃないと左右揃えるのが難しいです ね、 ですね。その骨のあれっていうのは私も初めて知ったんですけど、いつもしていただくのでお任せなんですけれどもそうですよね、言われてみたら骨があって筋肉があってっていうことですよね、はい、そうですね。毛もやっぱり前に伸びる厚みって言われる長さがあるんですけど、はい、この長さ自体がやっぱりこう鏡で見てると分かりにくいんですけど、横とか見るとすごい分かりますよね、はい、人から見ると自分ではあまり分からないんですけど、そうなんです。人が見る、人が見て綺麗、はいはいはい、はい、磯子さんいつでも綺麗ですね、はい、人が見るのってやっぱ斜めとかね、そうですね、上からとか下からとかがあるので、まあ、その角度を綺麗にする、角度の顔を綺麗にするのがまあ眉毛の特徴でもあります。素晴らしいですね。だからやっぱり奥深いっていうか、だから専門的に予約が取れないぐらいやっぱりリピーターさんが多いっていうことで、今日も私ちょっとね眉毛を手直ししていただいたんですけれども、やっぱりちょっとしていただくだけで顔の印象が変わるっていうか、変わります、はい、ね、だからみんななんか眉毛でお金を払うなんてっていうのがよくいてはって、あの髪の毛を金髪にするから髪、あの眉毛も色を抜くっていう方はたまにいらっしゃるんですけど、やっぱりあの私のお友達でも最初行き始めて皆さん毛が生えにくかったのに、それとかちょっと一部が抜けてたり、うんうんうん、昔毛を抜きすぎて生えてこなくなったりっていう方が、うんうんうん、1年通うと全然変わって、はい、まあ、自眉だけで綺麗になったりしますね。そうですよね。だからあの純平さんがお伝えしたいことは自分で触らないってことですね。そうです、そうです、そうです。あの基本的に髪の毛切るのも同じなんですけど、はい、やっぱりちゃんと自分で触らずにプロがやることですごい整った眉毛になるので、そうですよね、見栄えももちろんバランスが良くて綺麗になりますし、はい、で、あの次の日からも描きやすくなりますし、はいはい、自眉で美しい顔になれると思います、ね、いいですよね、自眉で美人、はい、5歳から10歳若返りますよね。若返りますね、はい、若返ります。本当にあのエステに行くのも大事やと思うんですけれども、眉毛ね、エステにいくら行っても眉毛は自分で抜いてたり剃ってるとやっぱりその顔のたるみやそういうのがやっぱり出てくる。だからやっぱり40代後半ぐらいから目の上のたるみが多い方ってやっぱり自分で抜かれてる方って多いですよね、はい、そういうのも関係してくるんですかね、はい、関係してくると思いますね、はい、筋肉の動きとかもねありますけれども、だから髪の毛は自分ではお家で切らないですよね皆さんね、うん、そう、それと一緒で一緒、あの眉毛も自分で抜いたりカットしないっていうことで、うん、しない、必ずお店に任せて、はい、必ずお店にね、うちに来てください、はい、で、あの忙しいのでいらっしゃらないこともあるんですけどそうです、ね、事前に電話して今日は出勤されてますかって聞いてもいいんですかね。あ、はい、あの電話いただいてももちろん大丈夫ですし、並ぶ前にホームページにも今日誰が出勤してますっていうのは全て入れ、はいはい、ておりますので、はい、あとね、なんか聞いたんですけど東京の方にも行かれてる。あ、はい、あの僕自身はその平日ちょっとお店にいなくて東京にいてることもあるんですけれども、はい、まあ、東京では、六本木ヒルズでマサトパリという美容室がありまして、はい、なんていうとこですか、マサトパリ、マサトパリ、はい、はい、まあ、六本木ヒルズに唯一ある美容室なんですけど、はい、まあ、そちらの方であの月に、2日ほど、はい、
眉毛を切っておりまして、はい、で普段からそこのスタッフたちにももうずっと眉毛を切ってもらってるので、ええ、まあ、東京の方でご要望の方とかはそのまさとパリに行っていただければもう眉毛をカットしていただける、はい、僕の技術を受けれますね。あ、そうなんですか、はい、で王子にしてもらいたかったら、はい、そこの美容室に電話して予約することも可能ですか？できますね、はい、あの空いてればもちろん。そこは、はい、予約制ですのでお電話に。あ、そこは予約制ですか？そこは予約制でやってます。そこは東京なんでまた価格が違うんですよね、はい、そうですね、4000円頂戴してますね。あ、でも500円しか買わないですね。予約代500円です。あ、そうなんですか、はい、私もよく東京に行くので、はい、いいですね、ヒルズぜひの中ね、気分いいです。気分いいですよね行かれる時教えていただいたら、はい、私も予約して行きたいと思います。でも本当に私もこういろんなビューティーで、あの女性を若返らす、いつまでも若々しく綺麗にっていうことなんですけど、いつもね綺麗なお洋服着て綺麗な髪の毛されて、一番がやっぱ眉毛やと思うんですよ ね。メイクでもやっぱお顔が一番映えるのが、うん、でこれあのこのお写真なんですけど、はい、これはあのメイクを、そうですね、これこの写真自体はあの舞台の写真なんですけど、はいはい、まあ、ステージを作ったりもしているので、舞台でヘアメイクしてた時の、まあ、お写真なんですけど、まあ、普段はヘアメイクとしての活動もしているの で、 そうですよ、ね、まあ、こういうちょっとねアートっぽい作品をよく作ったりとか、はいはい、しております。だからまあお店に行くと私もパーティーの前にセットしていただいて、あのメイクしていただいて綺麗にして出かけるんですけれども、はい、トータルにあのお店で仕上げていただけますので、はい、あの他のスタッフの方もすごくお上手なので、はい、私もね、あの、他のスタッフの方に、女性の方にしていただいてるの で、 う で、ね、はいはい、でこういった感じでね、はい、マンツーマンで仕事中で、はい、仕事中に眉毛、眉毛切ってる最中、はい、であといろいろね、あのただ眉毛を切ってあのちょっとシャドウ塗って眉毛できましたって言うんではなく、純平さんは眉毛をちゃんとカットしてから日頃のお手入れ方法、そしてあと眉毛の描き方ってやっぱり分からない方多いんですよね。で毎回来たらワンポイントであの優しく丁寧に教えてくださるので、はい、やっぱりあの眉毛の描き方が一番になってくると思うんですよね。そうですね、眉毛がもう目立ちすぎてもダメなんですけど、はい、まあ、顔のバランスをこう全部司るのが眉毛かなというところで。そうするとやっぱ小顔にも見えるし、見えます、目も大きく見えます、はあ、はい、ね、小顔マッサージに行かなくても眉毛だけで小顔に、はい、錯覚ですけど、錯覚で見せてそして目も大きく見えるって、はい、見えます、一番いいことですよね。見えます、はい、でこちらの写真はこれ講習中ですね。何の講習をされてるんでしょうか。まあ、僕自身はその眉毛のこと、眉毛の、まあ、お客さんにやるのと、はい、あとまあ技術者の育成にも力を入れてるんですけれども、はい、まあ、全国の美容師さんとか、はい、まあ、メイクアップアーティストさんに向けて、はい、まあ、こんな感じで講習してたりはしますね。あ、こういうね、はい、あの今テレビをご覧の美容師さんとかがちょっとやっぱり眉毛のそういう講習受けてみたいっていう方は、うんうんうん、ホームページとか純平さんのフェイスブックにお問い合わせしていただいたらいいでしょうか。はい、お問い合わせいただけたら、あのこれから先の、まあ、世の中をね、はい、ちゃんと作っていく技術だと思うので。そうですよね、髪の毛切るだけじゃなくてあの髪の毛も消える美容室みたいな。そうですね、トータルで、はいはいはい、でもやっぱり眉毛ってやっぱりね、純平さん知ってからもあまり聞かないんですよね、美容室でその力を入れてらっしゃるところが。あくまでまだまだなんかこうおまけやって思われてたりもするので。そうですよね、はい、それかあのなんか顔剃りとかそういうのはあっても眉毛だけっていうのがなくって、眉毛だけにそのお金を払うっていう価値観がまだ少ないんじゃないかなと思うんですけど。少ないですね。でも皆さんね、高いお金出されてエステに行かれるんだったらやっぱりちょっと眉毛のケアもされると、その自分で抜くとやっぱりよくここにシワが増えたとか、うん、たるんできたっていう方、うん、40後半ぐらいの方からすごい多いんだけど、余計たるんできますよね。はい、そうですね、抜くのはちょっとやめて、アイテープのしすぎもダメって言いますよね。そうですね、あれでこう、はい、あのつけまつげもこう取ったりするのでそこが伸びるから目がブヤンとなってくるんですよね。だからすごいですよね。で今日はあの私の写真を持ってくればよかったんですけれども、ね、モデルさんね私 ね、 お前ですね、いっぱい作品を作ってもらったんですよ。お前ですね、思い起こせば何回もやりましたね、はい、いつも綺麗に仕上げていただくんですけど、私もこんな感じで撮ってもらいたいです。もうぜひ、まあ、これ自体はちょっとアート作品ですけど、アートがいいです、いつも言ってましたよね
私の顔をアウトに仕上げてくださいっていうのに。そうですね、磯子さんの原型をとどめないような作品になりますけど、ね、したいです何個かはしたことあるんですけれどもまああのこういうのはあの作品で撮られるんですか？はい、まあ、これも舞台アートの一つなんですけど、はい、あの舞台作ったりとか、そのアートの世界の中のヘアメイクっていうものを、まあ、確立しようっていうところもあって、まあ、それの作品撮りっていうもので、まあ、僕の得意なこう世界観というかね。そうですよね、はい、ふんわりした感じの世界観をなかなかないので、私が初めて純平さんの事務所に行った時に、はいはい、いろんな作品を見せていただいて、はい、ね、いやこれもしたいあれもしたいっていうぐらいなんかあの女性があのしたい感じ、あの今までにない作品やったんで、はい、ちょっと変身写真家みたいな感じですけどそうですよね。ですからこういうのはお願いしたら空いてたらしていただけるんですか？はい、あのもちろんスケジュールをちゃんと組んで、はい、そういうあの作品という形で、あの、はい、普通の方がね、普通 の, あのお嬢様たちが、うん、はい、とか奥様方がちょっとこういう作品を、ね、ちょっと作ってみたいわっていうのも、はい、あのお問い合わせいただけたら、はい、していただくことが可能ですか？ちょっと現実離れをしてね、いいですよね、少し夢の世界に浸ってもらえる時間もいいかなと、うん、今こういうお写真ね撮る人すごい多いんです周りでも、はい、で結構皆さん海外行かれたりするんですけど、うんうんうん、台湾とかね、そうでもやっぱり日本であのこういう作品を作っていただけたら、はい、すごい楽しいですよね、うん、面白いです、僕らも面白いですけどね。そうですか、うん、でもねやっぱり自分が変わるっていうことが美意識がまたアップしてくるし、はい、やっぱり綺麗なオーラが出てくると思うんですけど、本当にねイースさんではトータルで全部いろんなことをされてるので、はい、ね、もう爪から頭から一応まああの純平さんは眉毛だけで、僕眉毛しかできないんですけど、ね、もうあの、はい、パツパツで予約が取れないんですけど、予約は今はなしですけれども、はい、あ、そうですね、まあ、はい、でもね素敵なお店で、あの北新地のね、はい、あ、そうですね、お店の写真出せばよかったですね。そうです、そういえばね、そうです、はい、北新地の、はい、堂島にあります四ツ橋沿いの堂島アバンザの向かいで、はい、あのビューティーガーデンイースト1階に、はい、レンガ作りのお店があります、はい、あの店もアンティークの家具ですっごい、はい、あのお姫様みたいなね可愛いお店になっておりますので、ね、ぜひとも遊びに来ていただければと思います、はい、素敵素敵、はい、ね、なんかまたあの皆さんぜひこのテレビ見たんですけど、ちょっと眉毛がとか、あとちょっと遠方の方とかであの行きたいんですけどって言ったら、はいはい、あのいろんなご相談はすぐにお返事が返ってきますので、あの Facebook かあのホームページの方か、はい、そうですね、はい、でお問い合わせいただけたら、はい、お電話もいただけたら、あ、ね、あの皆さんスタッフの方もあのすごく優しい方でアットホームで、はい、本当私もね、オープニングの時からもう3年ですよね。そうですね、3年経ちましたね、はい、新しいお店になられてね、はい、素敵で癒される空間なので、ぜひぜひね、皆さん眉毛は自分で切らないで、あのダメです、うん、あの本当にあのあれですよね、右と左と顔って違うから、そうです、ね、こうバランスも違うんですけど、うんうん、そういう時にやっぱ描き方も難しかったりするので、うん、プロの純平さんから直接、うん、あの眉毛を手入れしていただいて、そして、眉毛のメイクですね、もう方法もちょっと、はい、ちゃんと聞いていただけたらと思います、はい、では後半の方でまた少しお話を聞きまして、はい、CM を一旦ご覧ください。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで、ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。はい、あの眉毛王子ということで、はい、やっぱ眉毛をメインに専門的に今は、はい、あのお店でされてるんですけれども、その思い出ですね、やっぱりまだお店も少ないですし、はい、なぜその眉毛も本当大事だということを先ほどもお話していただいたんですけど、もう一応なんか眉毛について、はい、これもっともっと私も日本に広まっていけばいいと思うんですけれども、あの、ま、美容師さん、そしてあの普通のね、あの奥様方、あのお嬢様方にちょっと皆さん、はい、お伝えしてください、はい、なんか眉毛についての熱い思いを、はい、あのまあ
眉毛ね、本当にあの途中話させてもらったみたいに、はい、自分ではもう絶対やっては基本はいけないものです、はい、でもこれやった人にしかちょっと伝わりにくいんですけど、もう人がやったというかプロがやった眉毛は本当に違うので。違いますよね。もう本当に顔から変わるぐらいもう感動を覚えていただけるとは思います。分かります。うん、はい、でも眉毛をその切るということがですね、その立体の技術とかっていうことでプロにやってもらわないとやっぱり綺麗にならないっていうのもありますし、はい、でまあ今あのおまけでね、どうしてもこうちょちょってこう剃ってくれたりとか、まあ、そんなお店もありますけれども、まあ、そのちゃんとした技術とちゃんとした知識がやっと世の中に少し広まりつつあるので、はい、まあ、あの世の中自体がねそうやってこう変わっていって、はい、あ、私ここのサロン行ってんねん、私こっちのサロン行ってんねんっていうような、あの日本になったらやっぱ日本人がみんなもっと綺麗になるんじゃないかと思っているので。そうですよね。眉毛は本当にあのこれからもお店が増えることを願ってますし、はい、僕もそういうお店をたくさんこう作る指導をしていきたいですし、ぜひぜひねいろいろあの指導していただいて、はい、いろんなところであの日本全国、北海道に行ってもある、九州に行ってもあるっていう感じで、今本当にあのあまり私も知らないんです。そうですよね、はい、まだまだ少ないです。ちゃんとできるところが少ないです。やっぱりみんな眉毛だけでいけるのかなっていう、お客様が来てくださるのかなっていう不安もあると思うんですけれども、やっぱ私も生え方変わりましたし、知り合いの、整体王子も眉毛がすごく変わりました、はい、やっぱりあの男性の方もすごく凛々しくなったので、あの婚活中の方、そしてご結婚されて、やっぱり顔がちょっと、こう自分で眉毛ができにくい、はい、男性の方なんか特にメイクしないので、はい、生え方が変わってきて凛々しいね、目が大きくなって小顔効果も出るので、ぜひぜひ一回ね、お店の方に行かれてみて、ぜひご体験してほしいです。行かれると目から鱗なので、はい、普通のちょちょって剃るのとは違いますので自分の眉が変わってくる、はい、その体感っていうのですかね、でやっぱり見た目も変わるっていうので、そして若返るっていうことで、ぜひね、純平さんのところに来ていただけたらなと思いますし、はい、騙されたと思って一度お願いします。私もポツポツお店にいるので、もしお客様にお会いできたらと思っております。はい、今週もお届けしました磯子美瑛治、お楽しみいただけましたでしょうか。美と健康についてのご質問や番組に対するお問い合わせは Facebook ページ磯子美瑛治までお問い合わせください。この番組があなたにとってビューティーエッセンスになることを願って、来週もぜひご覧くださいね。本日のゲストは株式会社イース代表の木梨純平さんでした。はい、ありがとうございました。本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひですね、お店の方に行って眉毛ビューティー眉にしてみてください。待ってます。では来週もお会いしましょう。ありがとうございました。